岡部エアと岡部又江門は、室町時代から安土桃山時代の番章。正七以上修理助の官位を得たという。意味名は、伊こと、ほ法とも伝わる。尾張の大工で、厚田神宮の宮大工の棟梁を。岡部家由書所書によれば、岡部家は、室町幕府将軍家の修理助を務めた、家柄とされる。天正元年に、大海、沢山の山麓で、長さ三十軒。 はばしち倉百丁の大型軍船を建造。天章三、信長の厚田神宮造営に、悲観大工として参加した。安土城追記では、大工闘領として、57回の天守造営を、この岡部持都市と共に指揮し、その功により、織田信長より、壮大匠三塚の位と、日本総天守闘領の称号を与えられ、小袖を配慮した。本能寺のうの変の際、 本のうに信長と同宿しており、持都市と共に戦死したとの説があるが、変後は、織田信夫に仕え、天正十一年八月二十七日に、終わり国中島軍赤池里を、さらに九月十七日に、厚田にて二百貫分の地を当てがわれている。没年は不明だが、死後に持都市のこの宗光が相続し、岡部又兵を名乗った。なお、現在の名古屋市厚田区にあった。 岡部屋式跡には名古屋市教育委員会によって史跡表札が立てられている。ありがとうございます。